懐かしい炭鉱の思い出を求めてやってきました。入り口付近でまず目についたのがこれ。このような時代から、そしてカッペ最短へと最短技術は進歩していったのですね。石炭の運搬方法も船から、そして列車へと移行していきます。明かりはカンテラからキャップランプへと変わっていきます。数々の災害を教訓に、安全面は特に重視されるようになります。今この頃を思うと、全ての面で進歩してきたんですね。この時代、筑豊炭田の発展に寄与してきた主な人たちです。甲府たちのこんな暮らしぶり、懐かしいなぁ。甲府たちの移動や石炭、そして資材の運搬等に活躍した大型機械です。筑豊のシンボルでもある産業遺産です。筑豊を象徴するような風景を見ることができました。